そうだ、ラストしか決まった。甲子園の終わりからたくさんの方々と話し合い、本日午前プロ野球志望届を提出いたしました。本日はどうかよろしくお願いいたします。国体が終わって秋田に帰ってきてから、確かに監督さんと校長先生と両親と部長先生としっかり話し合いをして決めました。甲子園と国体を通して、まあ、全国大会でしっかり自分たちの力を発揮して、まあ、チームで勝ったっていうことが、まあ、自信につながって、まあ、そういう決断をしました。やっぱりアンダー18で